たします。ではどうぞおかけください。さあ、ここからご登壇者の皆様に一言ずつご挨拶をいただきたいと思いますが、恐れ入りますここからのスチール撮影はノーフラッシュにてお願いいたします。ではこの辺りでよろしいでしょうか。ではご挨拶いただいてまいりましょう。はじめにロイヤルシェイクスピアカンパニーの名誉アソシエイトディレクターであり、本作の演出を担当されますジョン・ケアードさんからお願いいたします。なお本日ケアードさんの通訳をご担当されますのは、本作品の演出家アシスタントでもいらっしゃいます今井真央子さんです。それではケアードさんお願いいたします。I'm very excited to be doing my favorite play in Japan, one of my favorite countries. 私は今回、私の最も好きな国の一つで、最も好きなお芝居の一つであるジュニアを演出できることをとても興奮しております。This is one of the greatest plays in any language, and it's a very, very beautiful, great work of art.And it's a great privilege to be doing the play in introducing this production to the Japanese audiences. このお芝居はどの言語で書かれたお芝居の中でも特に優れたものだと思っておりますし、それをこの日本という国でお客様の前でご披露させていただくということはとても特権だと感じております。Especially with my favorite actors. 特に僕のお気に入りの俳優たちと一緒にそれができるというのは嬉しいです。よろしいですか。ありがとうございます。もうすでに稽古が1週間始まっているということですけれども、こう皆さんのコミュニケーションというのも先ほどね、打ち合わせしている現場を拝見させていただきまして、非常に私も感じた次第です。では、出演者の皆様にも伺ってまいりたいと思います。船で遭難した双子の兄セバスチャンと妹のバイオラの二役を演じられます音月圭さんです。バイオラは劇中にダンスをしてシザーリオとも名乗る役ですので、宝塚歌劇団対談以来初となる音月さんのダンスにも皆さん注目でございます。それでは圭さんお願いいたします。皆様本日はお忙しい中ありがとうございます。今言っていただきました通り、双子のお兄さん、男の方のセバスチャンと、そして双子の妹のバイオラの二役を演じさせていただきます音月圭でございます。そうですね、まだ1週間しか今稽古始まってから経っていないというのを今聞いて少々びっくりしたんですけれども、本当に毎日が濃厚で充実していて、なので1週間よりももっともっと月日が経っているような感覚でした。昨日の、雪は降らなかったですけれども、昨日の天気とは打って変わって今日はすごい素敵なお天気で、まさにジュニアのこの記者発表に向けて、実は私雨女だったんですけども今日は晴れたので、ちょっとジュニアを天気も応援してくれてるんじゃないかなと思ってすごく幸せです。今日よろしくお願いいたします。ありがとうございます。稽古場の雰囲気などの後ほど質疑応答のコーナーもありますので、ぜひ皆様にも触れていただければと思います。では続きまして、シザーリオが使える OC の講釈役、小西良生さんです。よろしくお願いいたします。はい、OC の役を演じます小西良生です。シェイクスピアの作品にジョンの演出で初めて参加できることをまずはとても嬉しく思っています。とてもセリフが難しくまだこう覚えるので精一杯な感じなところもあるんですけども、でも稽古を進めていく中でジョンが一つ一つすごく本質的なことを教えてくださって、それを聞くとなんか全てが腑に落ちていくような感覚がたくさんあって、作品を通してもちろんお客様に楽しんでいただきたいんですけども、それ以上になんか自分自身にこう問いかけてくるような、ものを今感じています。まだ稽古はたくさんありますので、本番までいろいろ学びながら、次の先輩方もたくさんいらっしゃいますので、楽しみに稽古に行き、そして本番を迎えたいと思います。よろしくお願いします。ありがとうございました。
さあ続きまして OC の魔恋焦がれる伯爵令嬢オリビア役の中島智子さんです。お願いいたします。オリビアをやらせていただきます中島智子です。今日は本当にありがとうございます。いや、なぜ笑ったかと言いますと、いつまでお姫様をできるのかななんてぼんやり思いながらつい自分に突っ込んで笑ってしまいました。そうできるかななんて。でもこのシェイクスピアは本当にジョンの下でできるってこんな幸せなことはないなっていうのを毎日かみしめながらお稽古をさせていただいています。ジョンはシェイクスピアと友達だったんじゃないかっていうぐらいすごく生きた知恵と情報ともう全てを持って私たちに託してくださるので、そして私たちの中からも発見するっていうことをしてくれるので本当に幸せな毎日です。これはきっとお客様にも私たちはたっぷりとそのギフトをお届けできるんじゃないかなって、それも興奮しながら待っているという、こんなお稽古はたくさんいろいろさせていただきましたけどなかなかできる経験ではないなと思ってやらせていただいています。カンパニーもすごい仲良しでみんな明るくてこの雰囲気を皆さんにお届けしたいと思っています。よろしくお願いします。中島さんありがとうございました。ではおしまいにオリビアに仕える生真面目な執事丸毛利役橋本聡さんです。よろしくお願いいたします。おしまいにってなんか閉まるかどうか分かりませんけど丸毛利役の橋本聡です。橋本聡です。もう自分の名前が言いにくいんですよ。そうですね、ジョン・ケアードさんとは、ベガーズ・オペラとレ・ミゼラブルとあとはジェーン・エアーという作品で一緒にさせていただいてようやくシェイクスピアにたどり着いたかという気持ちで、でやっぱりジョン・ケアードさんと一緒にシェイクスピアやりたいなってずっと思ってたので今回うほっとねちょっと浮かれ気味で喜んでたんですけど舐めてましたね。いやもう本当に、ジョンさんが要求してくるその緻密な演出とそれとシェイクスピアに対する愛情とかっていうものが大変深くてもう毎日毎日それについていくのが必死で稽古場入る前一応セリフ覚えてブツブツ言いながら入っていくんですけども稽古場出る時にはもうかなり煙がこの辺からパーッと立ってる状態で頭空白の状態で出ていってるっていう感じの毎日なんですけども、まあでもそれだけシェイクスピアのセリフっていうのは美しくて深くて意味がとてもあるお芝居、それをなんかジョンとそしてこの素敵なキャストと制作陣とでこの12話を上演できるっていうのはとても幸せだしそこに参加できることを、とても光栄に思ってます。で12話っていうのは喜劇なんですよね。で喜劇だけどお客さんがシーンってなってるほど悲劇なことはないんでぜひ会場の皆さんお客様にこの楽しさ、この作品の素晴らしさが伝わるようそして皆さんに愛されるようこれから頑張っていきますのでよろしくお願いいたします。橋本さんありがとうございました。この皆さん本作品を演じることの重みとそして楽しさをこう深く感じていらっしゃるんだなというのが伝わってまいりました。さあここからはぜひ皆様からもご質問を受け付けたいと思いますので質疑応答の時間設けたいと思います。ご質問のある方はぜひ挙手にてお知らせください。今マイクをお持ちいたしますね。恐れ入りますが、毎回名とお名前を申し出てください。シアターガイド編集部の山田と申します。キャストの4名の皆様にお伺いできればと思うんですが、今のご挨拶の中にもお稽古が始まっているということで、とても実感のこもったコメントを伺わせていただいたんですけれども、そのお稽古が始まってみて、こう改めて感じているシェイクスピアの、特にその悲劇の面白さと難しさというところがあれば、教えていただければと思います。では本月さんがお願いします。はい、実際に本を結構入る前に私読んでたんですけれども本を読んでその文字をなぞって考えていたものとそれが今お稽古に入って立体的にどんどんなってきたらやはりなん
本当に一筋縄ではいかないんだなっていうのを甘く見てたわけではないですけれども感じていて、特に私シェイクスピアの作品は宝塚に在団している頃にロミオとジュリエットという作品を、まあ、その頃は男だったんですけれども出ていて、それはまた喜劇ではなく悲劇、まあ、喜劇そうですね。なので本当に同じシェイクスピアの作品でこれだけの色が違うものを演じることができるっていうのはやはりすごく幸せなことですけれども難しくて、一番演出のジョンがやってくださる中で気になるというか、今もまだまだ私習得できないんですけど、間というかテンポ、一人のセリフの中でもやはりそんなに間を空けたりしない、そして相手とのキャッチボールするときも あまり間を空けないという、だその感情の持っていき方が本当に今まで私がしていた演技法といいますか、演じ方とは実は全然違っていて、そこに今ぶつかっている最中ですね。まだ全然壁を突き破りきれていないので、まあ、自分とも戦いですけれども、本当に共演者の方々といろいろと演技をそのやりながら身につけていきたいなと思っています。はい、ありがとうございます。小西さんはどうでしょう、面白さ難しさ。この作品に関しては今思っていることはですね、至ってキャラクター自身は皆さんみんな真面目というかとても真剣なんですけども、その思いの交差というかこう重ならない追っかけっこしているような部分だったりとか、そのなんか複雑に入り乱れている部分がとても面白くてですね、で、まあ、自分がやってるところはシザリオというかバイワラというか何て言えばいいのかわからないんですけどもシザリオかな、うん、資材料とのシーンとかっていうのはすごく真面目なシーンといえば真面目なシーンなんですけど、お互いが言ってることが実は目の前にいるじゃん、その理想の相手みたいな言葉を言っていたりとか、なんかそれに気づいてない面白さというかおかしさみたいなものがあります。で、喜劇という意味で言うと、なんかすごく稽古の間に、ジョンが言った言葉で印象的だったのが、子供が生まれるものが喜劇で子供が死んでしまうものが悲劇みたいな、まあ、これはもう僕の今言葉はすごく説明が難しいので簡単に言ってしまいましたけども、なんか喜劇と聞くとすごい新喜劇とかね、なんかすごいもう本当に面白おかしくやってるようなものを僕は今まで結構思い浮かびやすかったんですけども、すごいなんか真剣に役に向かっていけばその作りが勝手に喜劇になっているというか、なんかそこに望める楽しみを今感じています。ありがとうございます。中島さんはいかがでしょうか。はい、いやでも本当に2人が言ったようなことをすごいみんなで感じている毎日なんですけど、喜劇というのはやっぱり喜劇前としてそこにあるんではないんだなっていうこと、なんか生きているその人生の中でその喜劇性のある面と悲劇性のある面っていうのは同時に存在するっていうことはすごく感じながらやっています。だから喜劇だからって取り組んでもダメだし、ただそのケイちゃんが言ったみたいにその間っていうのはすごく重要で、とにかく私はその喜劇っていうのはほとんど経験がないので、いや私って悲劇体質なんだなと思いながら本当に難しいんですね。その真意がどこにあるのか、お互いに丁々発止やり合ってるところで本当にお腹の中に抱えてるものが何なのかが見えない面白さっていうのがあるので、それを発掘するのは難しいですけど楽しいっていう稽古場でやってます。まあでもそのダイブしてます。とにかくあまり考えすぎずただ緻密に自分のオリビアという役の背景というのは緻密に作らなければ面白みも出ないんですけど、緻密さと繊細さとあと飛び込んで手放しで飛び込むような大胆さが必要で、すごくエネルギーを使いますね。でも幸せです、やっていて。はい、ありがとうございます。では橋本さん、お待たせいたしました。そうですね、本当に喜劇と悲劇っていうのはその隣り合わせというか背中合わせだなってつくづく思いますね。僕マルボリオっていう役は結構皆様に嫌われる役で、そしていじめられる役で、
冷静に捉えるととても悲劇の人なんですね。だけどそれはコミカルにどこが見えてくるっていうのは、その人物が必死で、生きている、そこの中の空回りしているところが、何か滑稽であったりとか愛すべき存在になってくるとかっていう、なんだろう、コメディーを生んでくるんだなっていうのはつくづく思います。僕関西人なんでね、どうしてもなんか狙わないといけないかなとかって思ってしまうんですけど、コメディーと聞くとね。だけどその狙った時って大概外すんですよ。でこっちが狙ってないところで自然に湧いてくる笑いっていうのにすごく快感を持つ。だけど狙った時に外した時にもう僕気が散っちゃいんで動揺してセリフバーン忘れてしまうぐらい動揺するんで、もうできるだけ今回は狙わずに、そのお客様の中から自然に湧き上がるその笑いこそコメディだというところで、一生懸命その人物を生きていきたいなと思います。ジョンさんはどうでしょうか、演出するお立場としてその喜劇を演出される面白さと難しさというのをもしよければ教えてください。 Well, this is what makes Shakespeare's middle period comedies such very great plays. シェイクスピアのその中期のコメディ、中期に書かれた喜劇っていうのはなぜこんなに興味深くて面白いかっていうことを説明できると思います。What Shakespeare is doing is telling very beautiful romantic story in which the most important thing is that the plot, the comic plot, is fired by the weakness of the character. シェイクスピアはこの物語自体はロマンティックなものが流れていると思うんですけれども、その面白い部分というのはその人間の弱い部分から生まれてくるんだと思うんですね。 And these characters are very ordinary people. とても普通の登場人物なんです。 We all know these people. The audience recognizes. そう、観客はこういう人たち知ってる、普通の僕周りにいる人たちみたいなって共感を持てると思うんですね。Because everybody in the world has done something stupid because of love. 世の中で生きてる人ってみんな愛のためにバカなことをしたことがあると思うんです。Everybody's loved the wrong person or been loved by the wrong person. なんか自分の好きになってくれない人好きになったりとか、好きじゃない人に好かれたりとか、そういう経験って誰でもあると思うんです。Everybody at some point has taken themselves far too seriously. たまにはそうやって自分のことを真剣に取りすぎちゃって、真面目に取りすぎちゃうっていう時もあるし。And the play starts with death, with both Viola and Olivia are mourning the death of a brother. この芝居自体死で始まるんですね。オリビアもヴァイオラもお父さんとかお姉さんを亡くしたと思って亡くしたところから始まっている。So the play starts from a very serious place. お芝居自体ものすごく真面目なところから始まっている。And the genius of Shakespeare is that he then puts the characters under pressure.で、天才的、シェイクスピアが天才的だっていうのは、そういうふうなこう重圧、圧力のもとでその登場人物が登場してくる。That pressure causes them to do crazy things. その圧力がかかっている登場人物がどんどん狂ったようなクレイジーなことをしていく。But they're not unreal things. They're things just people do when they're. でもそれは決して非現実的なことではなくて、そういうロマンティックな圧力がかかると普通の人がしてしまうようなことをするわけです。So the answer from the acting point of view is if you make the acting absolutely real, then the laughter will come. だから役者が本当にそうやって現実的に普通に本当にリアルなものとして演じた方が逆に笑いは起きてくるということになります。皆さん大きくなぞいてくださいました。ありがとうございます。では続いての質問に移らせていただいてよろしいですか。お願いいたします。西川市の山内です。ジョン・キャードさんにお伺いしたいんですけれども、ジョンさんはロイヤル・シェイクスピア・カンパニーの名誉アソシエイトディレクターでいらっしゃるんですけれども、そのジョンさんにとって今ジュニアお好きな作品の一つでもあるということだったんですけれども、このジュニアという作品の魅力をお聞かせいただきたいことと、あと今回日本で上演されるにあたっての、美術、衣装、音楽などはどのようにお考えでいらっしゃるか、そのプランも合わせて伺わせてください。Well, the thing about, I mean, Twelfth Night is
like many of Shakespeare's plays, it is a very great work of art.ジュニアっていうのは、まあ、他のシェイクスピアの他の作品もそうですけれども、やっぱり素晴らしい芸術作品だと私は思っています。神があって、深いテーマがある。And you can come back to Twelfth Night again and again, reading it or watching it, and find new things in it. ジュニアを、まあ、読み返したりとか、他のプロダクションを見るたびに新しい発見が必ずあります。And in that sense, it's the opposite of sort of typical musical theatre. それはある意味典型的なミュージカルとは逆の立場というか逆の位置にあると思います。Which is all about the surface. ミュージカルっていうのはこう割とこう表面的だったりとかこう視覚的に楽しませるというものなんですけれども。Feelings all worn on the outside. でなんかもう歌ってダンスして外にバーッと出てくる。With Shakespeare, things are happening inside. And so the audience can also feel things deeply when they're watching. And I think Shakespeare's comedies are there for everyone. They're for women, men.People of all ages can appreciate them. シェイクスピアのこの喜劇っていうのは女性でも男性でもあとあらゆる年代その人が楽しめる作品だと思います。In a way, you know, if you're an intellectual or cultured person who is interested in the arts world, 知性があって芸術を愛する人がそういう芸術を愛する人々だとしたら、then studying these plays and sharing in the glory of these plays. It's just the same as going to a concert of Beethoven or going to an opera of Mozart. この作品を読んで深く読んでみて感じたことは、ベートーベンの音楽を聴いたりとか、モーツァルトのオペラを見ると同じぐらいの知性が必要。Or going to Rome to see the Forum and the Sistine Chapel. あとはローマでシスティーナ礼拝堂に行って何か。These plays are a very pinnacle of Western culture.もう本当にあの西洋芸術の中心的なものですよね。What's the question? ちょっと美術とお衣装と音楽についてもっていうお話からご質問ありました。Yeah. I mean, the fascinating thing about Twelfth Night is that there's music in the place. It's full of music. 本当にあの音楽で溢れてる。But it's not like a musical. ミュージカルとは違いますけれども、songs don't form part of the action. 演技の一部として歌を歌うのではなくて、音楽家という、まあ、同系なんですけれども、音楽家である彼が歌手として歌う。And the extraordinary beauty of the play is just allow the audience to sit and breathe.それがこの作品の中でも美しい瞬間になっている観客もそこでほっと一人でもそれはテーマとしてはとても深くこの作品につながっています。歌っているのは死だったり愛だったり時の経過っていうのをテーマにとても悲しい。They just give you a little break from the madness. でもちょっとクレイジーなことが起こっている中でちょっとあのですね、ほっとする瞬間。The final play, the final song in the play. 一番最後のゴール歌なんです。Shakespeare wrote it especially for Kate. Shakespeare が特別にあのKさんのために書いた歌なんです。Because it's all about the wind and the rain. 雨が降るっていう歌なんですね。いつでもいつでも雨が降ってるっていう。The set and costumes are. These are very, very beautiful. 本当に美しいものになっています。And there's a great sadness attached to this design. Because the designs are by my dear friend Johan Engels. 私は本当に親しい友人だったヨハン・エンゲルスさんがデザインしたんですけども。One of the great designers of Shakespeare and opera. シェイクスピア、オペラ、世界中で活躍した人も本当に有名な美術家の方でした。And he died in November.Just after he finished this design. So there's something very bittersweet
There is so much in the play about death and grief and loss. So I'm dedicating this production to Johann. ありがとうございます。